皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。2日続いた CL が終わった後は言える。各クラブの選手はこの週は本当に過密日程で大変だよね。 EL といえば三笘が所属するブライトンはまだ初勝利が挙げられてなくてちょっと心配でしたが、昨日はアヤックスと対戦。国内リーグでも下位に沈むなどクラブの歴史でも類を見ないほど不調の相手なだけに、可能なら勝ち点3を取れたらというところだったけど、見事に2対0で勝利を収めたね。ホームでの EL 初勝利はサポーターにとっても本当に嬉しいでしょうね。前半に三笘のシュートのこぼれ球をジョアン・ペドロが詰めて先制。後半にもアンス・ファティが見事なゴールを流し込んで2点差に。この日はアヤックスが相手というところもあったけど、守備陣も奮闘し、クリーンシートでの勝利。ブライトンが無失点って珍しいですね。わら、事実、今季公式戦では初めてのクリーンシートだからね。まずは EL 初勝利を飾ったブライトンらへの海外の反応から。見てくれ、ブライトンがクリーンシート、素晴らしいパフォーマンスだった。クラブのアイデンティティを保つために後半アディショナルタイムに失点をすべきだったかもしれない。アヤックスが良くないことは知っていたが、それに付き合う必要はない。素晴らしい勝利だったよ。ジョアン・ペドロはエムバペのようで三笘はビニシウスのようだった。三笘はシュートはもちろん、何本も良いパスを出していた。それなのに三笘には良いパスが来ないね。ダンクは何度も前線に良いフィードをしていたよ。ダンクと三笘は今のうちで最も良い連携を見せていると思うけどね。この試合で分かったことはアヤックスがこのグループで4位になることが確定したってことだ。国内リーグの順位からは随分改善されてよかったな。ブライトンの歴史に新たな一歩を刻む勝利だ。そしてこのグループも勝ち抜く自信が出てきた。内容的にはまずまずってところだけどね。まあちら怪我人もいるのでしょうがない。アンスファティはチームに馴染みどんどん良くなっている。彼が来てくれてよかった。アヤックスは監督を変えてもダメだ。ステインが史上最低の監督候補だけど今のチームはこういうレベルだ。実際、ブライトンに無失点に抑えられたこの試合が今季の中では優れたパフォーマンスだった。ブライトンはこのグループの本命で EL でも勝ち進める力がある。オランダから応援してるよ。ブライトンの勝利を喜ぶ反応もありますが、アヤックスの悲惨さを嘆く反応も多いですね。アヤックスは7試合を消化した国内リーグで1勝2分け4敗の17位。開幕節に勝利して以来未勝利だからね。昨季斉藤光輝らを抜擢してスパルタを6位に導いたステイン監督を招聘したものの、この試合前に解任。ただアヤックスの現状については OB であり元オランダ代表のスナイデルは、単純に素材が貧弱すぎるんだ。コーチに何ができるのか？ほとんどない。誰にとっても非常に厳しいものになるだろう。遠くから見ていると、アヤックスにはクオリティが欠けているのがわかる。全てをステインのせいにしたくはない。彼は選手選考に口を出さなかった。全てを監督のせいにするのは簡単すぎると思うが、フットボールとはそういうものだ。と試験を述べている。アヤックスから若手がステップアップしていくのは毎年のように見られることだけど、プレミアに移籍したティンバー、クブス、アルバレス、バッシーら主力の流出が今季は響いているね。ここまで低迷してるアヤックスは記憶にないぐらいですが、立て直せれば良いですよね。逆に言うと、ブライトンにとっては勝ち点的にも対戦相手的にも絶対に落とせない試合。その中で、きっちりとクリーンシートで快勝を収めましたね。そうだね、この日の三笘は先制ゴールにつながるカットインからのシュートなど随所で持ち味を発揮。ブライトンの地元メディアもこの日の三笘のプレーには、序盤に素晴らしいサイドでのプレーからペドロのチャンスをお膳立て。ペドロと見事な連携を見せた。後半はボールがあまり彼のところに落ちてこなかったが、一晩中驚異的だった。と高く評価し、チームの中でも高評価である7点という採点。ちなみにチーム最高の採点はファンヘッケ、ダンクの守備陣。そしてジョアン・ペドロ、アンス・ファティの得点を挙げた両者を含めた4名に8点という採点が。ゴールも素晴らしかったですけど、無失点というのも嬉しいですよね。ジョアン・ペドロについては、適切なタイミングで適切な場所にいた。ブライトンでは13試合で6ゴールを挙げているが、そのうち4ゴールは EL だ。大舞台での勝負強さを称え、アンス・ファティには、素晴らしいゴール。スタンディングオベーションの中での交代。ここでのプレーに慣れてきたようだ。とブライトンに適応してきたことを評価している。アンス・ファティの2点目はシュートの前の動き出しから素晴らしかったですもんね。そして、ダンクとファンヘッケを中心とした守備陣に対しても、ブライトンがついにクリーンシートを達成。先制点では三笘に素晴らしいパスを出した。とダンクについては攻撃面での貢献についても言及し、後方で堅実にプレーし、パスミスはほとんどなかった。とファンヘッケのプレイも評価。
この勝利がプレミアの方でも継続してやっていけたら良いよね。マーチとウェルベックが怪我で離脱した時はどうなることかと思いましたが、守備陣がその分を助けてくれればチームとしてもありがたいですもんね。デゼルビ監督もこのアヤックス戦に対して、アヤックスはあまりいい状態ではないが、それでも彼らはアヤックスだ。と警戒していたものの、見事な勝利を収めた後に、質の高い素晴らしい試合をした。もっとゴールを決めることもできたが、最も重要なのは失点しなかったこと、そしてクリーンシートで試合を締めくくったことだ。と守備陣を称え、信じられないことだし、この歴史の一部になれたことを誇りに思う。ブライトンのために EL でプレイすることは、とても大きなこと。と勝利を喜びながらも過密日程についても言及。プレミアリーグと EL はどちらも厳しい戦いだが72時間後にはフルアムとの重要な試合がある。と気を引き締めていた。現在プレミア7位とこれ以上は順位を落としたくないしね。ただ気になるのが選手のローテーション。デゼルビ監督はプレミア第7節のアストンビラ戦の前に、我々には他とは異なる特別な選手がいる。ルイス・ダンクとパスカル・グロス、そして三笘薫だ。と中心になっている選手に言及し、起用方法についても配慮はしてるものの、この3人への負担は出場時間から見ても明らか。ブライトンの今季の公式戦13試合での出場時間トップ3はこの3人。その中でもダンクの990分、グロスの890分をぶっちぎって三笘はここまで1085分に出場。昨日の試合でもこの3人はフル出場でしたよね。デゼルビ監督はフルハム戦はどうするんでしょ？マーチとウェルベックがシティ戦で故障により交代した際は、残念ながら、マーチは非常に厳しい怪我だ。我々は彼を長く欠くことになる。ウェルベックも同様だ。怪我人を知らせるのは私の仕事ではない。長いこと重要な選手を失ったわけだが、泣きたくない。監督というのは選手を失ったりするものだからだ。と前を向いたものの、監督自ら特別な選手と呼ぶこの3人についてはなかなか休息が取れていない。ブライトンにとっての今後の課題ですね。特に三笘はアジアカップで抜けることもあり得るわけですから。昨晩のアヤックス戦ではこの2人に加えてエスプピニャン、ランプテ、エンシソが欠場していた中での勝利だけど、すでにエスプピニャンは練習に復帰した姿を公式 SNS で報告されているし、徐々に戻ってくる可能性もあるけど三笘が休ませる時に誰を左サイドで使うかというと代役がなかなか。せめてエンシソが戻ってくればなんと構わせそうだけど、予定では11月末か12月って話だし、三笘はしばらくの間はフル稼働って形になりそうだね。クラブにとっても代表にとっても、怪我だけは気をつけてほしいですね。ここからは週末のフルハム戦が終われば1週間空くけど、その翌週はまた EL の第4節が待っている。もしカラバオカップを買っていたらフルハム戦からまた中2日でカップ戦が入ることになっていたからね。殺人的なスケジュール。変な話、チェルシーに負けといてよかったですね。これもヨーロッパで戦うクラブの宿命。選手の負担に気をつけながら、デゼルビ監督がどういうローテで怪我人復帰までしのいでいくか、そこに注目していきたいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。